ヤガチャガチャンネル。あ、戻したよ。はい、というわけでございまして、皆さんヤガチャチャーというわけでございまして、私ヤガミンことヤガミハイテがお送りしております、武蔵連実況プレイ動画です。見てください、このアイテム、リカバー EX を5個、死んだら生き返るリバイバー S を1個、ポイズンレスを3個っていうね、リカバー EX6 個ね、もうこれ以上ねえだろっていうぐらい用意してきました。なのでまあおそらくね、でなおかつ途中で1個取り逃してた HP の最大値上がる長寿ベリーも取ってあるので、まあなんでさすがにこれで死ぬってことはねえだろうっていうつもりです。こちらもね HP1500、1800ぐらいの耐性なので、なんだったらアントヒルクイーンより HP あるんじゃねえかなとすら思ってるので、それぐらいのね気持ちでやっていきたいと思っておりますというところです。さあというわけで、まずだちょっと安心して攻撃できるよね。でよし、あーそうだ、完全には忘れてたな、戻し作業が長すぎてさ、危ない。さーて、で頭から来いよ。 OK で、まあ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 、とりあえずクリティカルも出ましてと。で危ない。でよいしょ、で左右に動きながら、はい、でまあまあまあ前2匹邪魔なので倒しといて、お腹の振動待ちで、毒に関して、あー食らってしまう、毒ではない、ダメージだけですね。ダメージだけの安心感すごいね。じゃあ回復すりゃいいじゃんっていうね、マリー・アントワネットみたいなプレイできるからね。ダメージを食らったなら回復をすればいいじゃないみたいな。オーライ、あーまだか。まあなので倒せるのは倒しておきつつ、はい、特にそれも問題なし。で、あ、やべ、掴まれた。で、これはさすがに、待って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 。おー、6回入るのやば。まあ、HP 回復できるのと、これでなんだったら、毒槽出て欲しかったけど、しょうがないですね。おーっと。で、こうして殴って、で、頭が、あー、そこで絶対落とされんのか。なるほど。で、一発ぶん殴ってと。いやー、あれ、掴まれたとき怖いっすね。あ、やべ。あー、ラッキー。開始でもう一発チャンスがありましたね。で、目視できなかったっすけど、毒消し層が出たみたいなので、で、はい。で、まあ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 、ちょっとレベルアップがてらの遊びをしながら、いてててててて。いやー、やっぱつかみが怖えなー。なんかいまいちタイミングがつかめねえんだよなー。はい。で、まあまあ倒しときましょう。ね、これの撃退はもはや暇つぶしですけど、で、お腹がボインってなるから、やべえっと、危ねえ。はい。はい。手がクロスしたタイミングかな？んで、いらっしゃい。で、まあ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 。で、適当に倒しといて。で、毒は避けて。よし。あ、危ない。これが何気にね、攻撃も長いし、だるいっすよね。で、まあ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 、一個一個振動させて、やることを少なくしといて、まだ来ますか。お、レーガンとのレベル上がったのいいっすね。で、お腹がちょっとぽよぽよしたので、よいしょ。で、ほい。で、頭から下がってくれると、
いらっしゃい。で、2回目で、どうせ吹かれるんだったらもう落ちといて、で、頭殴っとく。で、まあ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 、どっけしてたらいいなーの。あっと、返しがある。で、返しで殴っといて、どっけし出ましたわ。で、1、2、どうせ4発でしょ。最近分かったけど、これ3形態もあるもんね。あー、動きが早い。ほい、オッケー。で、いらっしゃい。もうこれは霊眼とのレベル上げですよ。で、適当に暇つぶしが、危ない。やべ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 。ああ、フェイントフェイント、あ、待って、危ねえ。リカバー EX、 危ねえ。一回刺さってからでいいか。で、この状態で使ってレバーガチャで、まあ毒は入っちゃったけど、この後にまたいっぱい射出があるので、こいつらから出ることを期待しつつ、おっと出ましたね。で、おかげで回復できたので、毒化は大丈夫。あ、やばい。で、おっと、オッケー、はい。で、自分のポジションを手前にしといて、こいつらが飛んでくる位置を浅くしといて、で、それのボンがあって、はい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 。で、また暇つぶし来るんじゃない。いらっしゃい。あと1回で終われるんじゃねえか。んで、はい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 。で、避けといて、あ、危ない。で、一個一個発動させて、さあ、はい、終わりじゃないかしら。よいしょー、よかった、やっと終われたぜ。で、武蔵はアントヒルクイーンの甲をゲット。風の紋章の封印が解かれたようだ。武蔵のリミットレベル解除。 BP 最大値が25アップ。エーガントもレベルアップ。あー、で、これで風の紋章があるから発動させると。さあ、あ、上に移動できるようになるのか。第6章、光の剣レイガント。ついにラストチャプターですかね。お、やったぜ。おお、懐かしい。レノじゃないか。いや、大丈夫かい、武蔵君。じゃあ、ずいぶん久しぶりだな。実はあれから五輪の書のありかを探ってたんだよ。五輪の書なら、地、水、火、風の巻を持ってるぜ。すると残るは空の巻ただ一つか。その空の巻のありかを。あ、バッチリだ。古い書物の中からそれらしき一文を発見したよ。空の火、大樹の森にて、天から神の涙落ちるとき、巨大な風の柱に導かれよ。どうやらこれが空の巻の地へ行くための手がかりみたいなんだ。念のため紙に書いておいたよ。さあ、これを。
武蔵はジャンのメモをゲット。空の巻の手がかりが書いてある紙切れだ。空の巻の地か。なんか難しい手がかりだけど、なんとかなりそうな気がするぜ。よし、その息だ。安心したよ。空の巻さえ手に入れれば、あとは五輪の書すべてを吸収したレイガンドで空の紋章を解放するだけだからな。それで何が起こるのかはさすがの俺にも分からずじまいだったな。ジャンにも分からなかったのか。さて、俺の役目もここまでだ。お別れだな、武蔵君。空の巻の地へ行くともう引き返せないかもしれない。準備万端整えていくことだ。ほう。それにこの先何があってもくじけず頑張るんだぞ。全ては君にかかってる。さあ行こうか、レノ。ジャン、レノ。行っちまったか。なんだか様子が違ったな、ジャンのやつ。なるほどね。だからいよいよ終盤戦って感じだね。ラストダンジョンに行くと戻れないぞっていう話だったもんね。で、そんな中、高翔特選。いやー、君かい。僕を地獄の苦しみから解放してくれたのは、心から感謝するよ。あー、そうだ。俺にいいこと教えてあげちゃったりして。ミンクという動物が持ってる長寿ベリーって果物はとっても体にいいんだ。え、どうした後に入るかって。おっと、これ以上はここでは言えないよ。悪いね。じゃ、22時から5時の間だろ。さ、というわけで、また5。増えたので、わーってことはこれ多分 BP の最大値やっぱり450っぽいな。さて、自分がいる場所がどこかがわからん。睡魔の森だろ今いるのは。で、あ、もう帰ってこれるのか。こんな感じで、で、とりあえずジャンのメモは、空の日大樹の森にて天から神の涙落ちるとき巨大な風の柱に導かれよっていうのが、まあ、メッセージですと。で、これっていうのが、ちょっと分かりづらいんですけど、空曜日っていう曜日があるんですよね、この世界には。なので、まずこのジャンのメモが言ってる空の日っていうのは空曜日のことで、大樹の森っていうのはスチームウッドのことを指すらしいです。で、その中で、天から神の涙落ちる時っていうのが雨が降っている時らしいんですが、それが空曜日の限定のタイミングで発生すると。なのでスチームウッドの方に行っていかなき、行って、まあ要はこれの進行していかなきゃいけないっていうところらへんみたいですね。まあとりあえず鑑定アイテムって、アイテムをしっかり買い足した状態で、セーブしてスチームウッドに行くっていう感じになるかなと思いますので、とりあえず鑑定屋で11時を待ちましょうというわけで、11時になるまではとりあえずスキップで。はい、というわけで、鑑定屋に来ました。甲府の鶴橋が750、壊れたカントラが250。なるほど。さあ、というところなので、改めてアイテム買っときますか。で、アイテムが、まあとりあえずお金自体もね、コンプリート要素であるフィギュア買うっていうところがメインにはなるかなとは本当は思うので、まあなので一回 EX をこんだけ買っといて、ポイズンレスも1個。カレンダー何なんだろうな。カレンダーを何に使うのかが全然まだ未だに俺見当ついてないんだけど、まあとりあえず一回この上で宿屋で休んでしまった上で、曜日的なところでいくと、曜日的なところでいくと、ちょっと待ってくださいね。武蔵伝っていうのが、そもそも曜日がなんでどう回るんだっけ。なんか月火水木金まではなんか近しかった気がするんだけどっていう感じなので、まあとりあえずこの空曜日になるように動いていかなきゃいけないかなと思うので、その直前まで休んでしまいたいと思います。というわけで再びスキップ。はい、というわけでテープチェンジ後なんですが、もうすでにプレイされた方々のコメントからですね、一回城に帰れと、今まで助け出した人と会話をしてみろというですね、アドバイスが非常に多かったので、一回ね、まあ、空曜日目指す前に、実際問題、帰ってみようかなと思ってるところでございます。でも結構な人数いるよね。
大変じゃない会話すんのも。で、でユッケルからで、ちょっと今回はね、あ、姫様は潔白ではなかったと、あ、話続いてんな、逃げられた姫様は潔白ではなかったと、偽物だったのさ、バカ盗賊の女が姫に化けてたってわけさ。そういうことでしたか。とすると本物の姫様はまだ囚われの身ということですな。気を落とすなよヒゲジ、もうじき五輪の書が全部揃う、そうすりゃ姫を助けるなんてあっという間さ。そうですな、姫様の潔白が証明されただけでもよかったと思っておきますです。じゃあ他にはどういったご用件です。じゃあというわけで、これでちょっといろいろとね、会ってく必要があるかなと、なんか話してく必要があるかなと思うので、え、なんだかんだ言って何結構助けてんだね。あと占い師ギアラと9代目毒味役、あ、みんな死んでたのか、毒味役だから。で紡ぎ手エイランチ、エイランチなお前な。で、でモルホン医師、おー、なるほど。じゃちょっと一回ね、全員会っていきましょうかね。くだらん会話の人も多いでしょうけど、その全身がいらんのよ。おや、武蔵殿、人助けの方は進んでいるざますか。ほら、こういうやつよ。お前みたいなやつは早送りで進めてしまいたいんじゃ。で、道化師キーチム、はいはい。いやー、曲芸を見に来てくれたんだ、それじゃあ早速始めるねと思ったけど、みかん持ってないんじゃない、今度はみかんを持ってきてね。ほう、大きなみかんがありゃなんとかなったのか。で、司祭は飛ばしで焼き加減、やっと完璧な演奏ができるやどうだい、僕らの完璧な演奏は。音も何も鳴ってないからな、反応に困っちゃうな。で、見張りのナミロス、あー、で、鷹城特選、どうも、いやー、誰かと思えば君じゃないか、長寿ベリーは手に入れたかい。もう知ってるかもしれないけど、どうしたら手に入るのかこっそり教えてあげるよ。まず一つ、ミンクって動物は夜行性なんだ、したがって昼間よりもお腹の方が断然見つけやすいんだね。2つ目、ミンクは口の中に長寿ベリーを溜めてるんだね、それを吐き出させるためには彼を持ち上げるといいんだね、ただしミンクは非常にすばしっこいんでっていうね。これはもうなんか知ってる情報というか、なんか知ってた情報ですけども、これを聞くことでね、 HP 最大値を伸ばすっていうのができたわけですね。掃除婦ジョミーノ、ほとんど足なんか動いてる、なんかホバークラフトなんか浮いてたろ。命の恩人が来てくれたのね、待ってたのよ、少しだけどあんたの力になりたいと思ってね。あ、はい、父の敵覚悟。え、ふん、うるさい、早め、ざまみろだわ。おお、今の攻撃は、武蔵はダッシュ突き攻撃をひらめいた、ダッシュ中に四角ボタンで、ダッシュ突き攻撃、あー、これか。恥ずかしいところを見られちゃったわね、じゃあまたね、バイバーイ。あー、なるほどね。で、フーリッシモ学士、音楽のやつらか、学士だからな。てへい、私の演奏を聞きに来てくれたんだね、どうもありがとう、張り切って演奏しちゃうんだから、お疲れさんした。なんか君たちはなんかもう町を盛り上げてくれ。で、兵士バラニック、作戦大成功でしたね。あー、そうだね、君たちがいなかったらね、1体目のボスなんたらスコーピオンが倒せなかったからね。で、傭兵ミーノ、ニコニコしてんな。ケイマーまず直進で壊す、ケイマーまず直進で壊す、あー、もうダメだ、終わったのに盗賊のアジトのメモを教えてくれた人たちはなんかもうメモボットになってしまった、変わり果ててしまった。ようやくゴンドラも復旧して、これでガンガン城の修理ができるってもんだぜ。ふんふんふん、だこうなってくるととりあえずみかんは持っていきたいなって感じになっちゃうな。で、あー、こいつも、あ、とっておきの技を教えてくれる、十文字斬り、それでは実演しますね、よく見ててくださいね。なるほどね。おー、今の攻撃は、武蔵は十文字切りを使ってみることにした、四角三角で雷光丸レーグガンドの連続攻撃だ。あ、いいじゃん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 、優秀じゃん。あ、なんか後ろの音楽、楽器増えたのは気のせい、馬屋版バッサシ、かわいい。怪我をしているミンクを僕が保護しているんです、今保護しているのは5匹なんですよ、全くひどいことするやつがいるもんですよ、このように13匹しか生き残ってないっていうのに、それじゃあ手当てがあるんで失礼。
あーなるほど。あと8匹 15×25×8 HP500 まで伸びるんだ。なるほど。でグラム代官、食事係のリブ助けてくれたんだね。これで念願の米も育てられるってもた期待してくれたまえ。おーなるほど。こうなるとな、ミンクも先に捕まえといた方がいいのかなって感じもするよね。だってボスもう終わりだもんね、武蔵伝自体がね。ゴンドラの修理だけでもヘタヘタだってのに、親方これからガンガン城の修復するって張り切っちゃって。あーなるほどね。まあ頑張ってくれよ、みんな助かるんだ。で兵士バーベック、どうもどうも。ヒゲすごいな。いや会いに来てたボクチン、ウレピエー。ボクチンできること、それはユーのハートに愛の矢を打つことよ。ゲッ、シッシサイに言いつけるぞ。もう一はルーン。お前はあのフィールドの中にいてもよかったかもしれん。で騎士ニック、ご苦労様であります。この間助かったであります。では約束通り僕にとっておきの技を教えて差し上げるであります。日々の厳しい任務である薪割りをヒントに編み出した技、その名も薪割りダイナマイトであります。それでは実演しますんでよく見ててくださいであります。なんか十字入りになんか派生だった気がするけど、武蔵は薪割りダイナマイトを教えていただいた。四角四角三角とテンポよくヒットさせることで出せる華麗なる連続技だ。おおなるほどね。でなかなかでありましょう、武蔵のこれからも頑張ってくださいとあります。今まで結構連打というか適当にやってることが多かったけど、ちょっとそれも考えなきゃいけなくなるね。食事係、お米の世話してるんだよと。あーちらほらみんなお米お米言うね。で曲芸師ナムル、いや曲読みに来てくれたんすね。それじゃあ早速始めるっすと思ったけど、マネージメントはキーチームに任せてるっす。どうしキーチームに話を通してほしいっすよ。あーでキーチームがおらんのか。でカルビはまあまあまあ、あれ女の子だっけ。あー盗賊の、そうだよね、アジト。もう入ったって言ってるのにあえてメモを言う。やはりだけどメモを教えてくれたやつらは全員メモボットになってしまうんだな。で、便所の肉汁、俺のこと忘れてないだろうな。俺の名は熱血便所掃除人肉汁、今後ともよろしく。俺の夢は世界中の便所を全て水洗いにすることなんだぞ。あんたも想像してくれ、使うために爽やかな水がほとばしる便所、どうだい、素晴らしいと思わないか。それじゃあ仕事があるので失礼。お前その流れの割にセリフ量多かったな。鍛冶屋のトック、あ鍛冶屋のトック、来たの元気にしとったか。おーそうじゃった、お主とその方の機械でやりやすいじゃったの、どれどれちょっと貸してみ。武蔵は雷光丸を特訓に手渡した。うむ、思った通りいい刀じゃけん。よっしゃちょっと待っとれよ。もしや攻撃力上がるか。ほれ最高の刀に仕上がったけん、どんなかまぼこいだもざっくり切れる抜群の切れ味じゃけんの。武蔵は新雷光丸を受け取った。これどことなくいい感じになった気がする。おーうん、様になっとる。あとはお主に任せたけん頼んだぞ。なるほどね。結構こうやって見るといろいろあるんだな。まあ誰、ようやくゴンドラも復旧して、これでガンガン城の修理もはかどるってもんさ。だからみかん持ってくりゃいいのと、他のやつもちょっとなんとかして救出とか。彼の演奏を聞きに来たってわけだね、心が届けるまで聞いてっておくれ、さよならだもんね。話によるとこの後のダンジョン行くと戻ってこれないらしいんで、ビルドをするならここまでの間らしいんですよね。さあ、布係ビセット、おやあなた確かあの時はどうもありがとうね。ところで伝説の布は見つかった？何でもどこぞの遺跡に隠されているとかいないとか、どうピンときたかしら。はあ、あーなるほどね。クーパーシェフどうも、いやずっと待ってたんだよなんて本当は出てたんだけどね。でもこうして助かったからには得意の米料理を作りたいと思うんだ。米さえあればなんだけどね。あーだから結局米自体が作物化できるようになればなんとかなるみたいな。一人飛ばしちゃった。で丸っこいな、待ってたぜ。俺様の作ったビール飲ませてやろうと思ったがよくよく考えたらおめえ子供じゃねえか。ヒゲが生え揃ったらまた来な。なんか名前の通り今の武蔵に役に立たない存在だったな。次はノッポだな。
盗賊のアジトにはもう帰ってくれな。盗賊のアジト組は早急にお引き取り願おう。でムッシュ和牛シェフ多いね。こう考えると足に会いに来てくれたんですが、えいへい、手入れじゃないですか。足が考えた新テイストのライスボール、つまり特製和牛おにぎりを作りたいんですが、また米だ。米の悩みを唱える人が多いな。で、音楽団長。もう歩きながらバイオリン。我が楽団の演奏を聞きに来てくれたのかい。心よくまで聞いてってくれ。それじゃあ楽団のみんなが、楽団みんなで揃って音を鳴らした方がいいと思うけど、あ、でも呼んだら音が増えるのか。肉切りハーラミン。怖い、包丁持って。城は高いぬん、あんたのおかげぬん、倉庫に肉がないぬん、肉が切りたいぬん、ブツブツブツ。おー、なるほど、肉がなきゃいけないってやつか。で、騎士小袋ね。歩き方がダイエットの歩き方のそれよ。で、奇跡の人、あの時はありがとうございました。ではお約束通り、僕の編み出した必殺技を伝授しましょう。気弱な僕があまりの恐怖心から編み出した偶然の必殺技、その名も、デスペラードアタック。ほう、ほう、四角三角みたいな。デスペラードアタックを伝授された。四角三角とテンポよくヒットさせることができる自爆型連続技。最後ぶつかるからか。なるほどね。あ、でもなんか覚えられないぐらいコマンド増えたな、普通に。で、あと3人。騎士団長ヒゲ、助けてくれた少年ではないか、サンキューベリーマッチ、最高の技を授けよう。最高の技術、最高の力、勇気がないと出せない単勝ね。クロスアタック1回しかやらんから見とけ。説教2時間やだな。随分移動したよ。あー、いい空中アタック技。単勝ねクロスアタックを伝授された。二段ジャンプ中に三角で出せる。あ、二段ジャンプ中か。お主に使いこなせるかどうかわからんが、知っておいて損はないぞ多分ね。あんまり自信はないんですね。で、錬金術師ヒゲだな。あんたのおかげでユッケと再会できました、一安心です。で、錬金タルトを差し上げましょう。ほう、錬金タルトを無理やり食べさせられた。 BP が10回復した。いらねえなあ。宿屋の勝ちだな。うまかったわ。で、あ、今美味しくないを選んじゃった感じかな。ちょっと待って、もう一回読んどくか。何このタルトが何の効果を持つか分かんねえからな。で、とりあえずこれを食って、で、銃回復して、で、どうですか、うめえ、もっとねえのか。そうですか、それではもう一個差し上げます、召し上がれ。で、錬金タルトを無理で食べさせられた。 BP が銃回復した。で、うめえ、もっとねえのか。え、どういうこと、どういうこと、そういうなんかイベント的な。じゃあもうお帰りください、ありがとうございました、もう呼ばないです。で、増物初期で、ポッ、図書室のいくつかの本も下に読めるように訳しておきましたわ。ああ、なるほど、これで要はバックボーンがもっと分かるようになる的なことだね。ああ、なるほど、確かにこれはね、会いに行った方がいいですよっていうアドバイスもあるな。で、さらに言うと、ちょっと次回以降なんですけど、実のことを言うと、これは取っといた方がいいですよっていうアイテムをリスナーさんから教えてもらってるんですよ。ので、あ、やべ、セーブするつもりだったんだけど、あれか、ここだと普通に寝ちゃうのか。やべえな、空曜日すいません空曜日、なんかこのままだと1週間逃す気がすんな。まあ寝る連発すりゃいいだけだから、まあいいっちゃいいんだけど、というところで、まあ、とりあえず今回はね、こんなところかなと思いまして、次回ですね、その手に入れた方がいいと言われてるアイテムとか、あとはミンク捕まえに行こうかな。要は安心してね、フル回復とかまでこうやってやってますから、安心してクリアしたいじゃないですか。 HP も500まで持たせた状態で
って考えた時にちょっといかんせんね、このセーブデータの怖いところっていうのが、なんか足らないことはないんでしょうけど、足らないことはないんでしょうけど、何回かのボス戦でね、ちょっとなんかそのもうちょっとアイテムがあったらみたいなこともあったりしたので、だとしたら基礎値を上げるっていうところに振ってもいいのかなと、ね、おそらく武蔵田も終盤戦でしょうから、しっかり丁重にプレイしていこうかなと思ってるところです。というわけでございまして、続きはまた次回動画にて。ここまでの終えた私ヤガミンことヤガミハヤテが、お送りさせていただきました。というわけでございまして、次回また、続きやっていきたいと思いますので、動画の方も見ていただけたら嬉しい限りです。というわけで、 See you next time. Stay tuned. Bye bye.